はい、どうもこんにちは。このチャンネルで、今年の1月か2月だと思うんですけど、282日前、買い煽った A バランスっていう銘柄ですね。買い煽りました。太陽光パネルの会社なんですけどね、これを買い煽ってましたが、この株価が、その時の大体3倍達成しました。で、私の平均買い単価も、ちょうど900円ぐらいだったと思うんですが、まあ大体3倍に達したと。282日目、今日3倍達成しました。それでこの A バランスって会社ですね、これは太陽光を今はメインにやってますけど、その前は、建設機械だったかな。それでその前は IT 関連がメインの事業でした。で、次々とね、メインの事業を切り替えてるんですよ。で、このコロナ関連ですね、そういうのまで手を出してます。それでやっぱりね、今のメインは、太陽光発電なんですけど、それが菅政権とか、バイデン、アメリカのあれですね、総選挙で、環境寄りの考えを持ったバイデンが勝ったということで、買われたと思います。買われてると思います。で、今日もね、200円ぐらいかな、上げました。その他ね、私が、最近っていうか、ここ1ヶ月ぐらいかな、買ってるのが、日本鉱土志工業とか、あと木村加工機、東証一部木村加工機、あと沢富士電機とかね、この辺はアンモニアから水素を作ったりする技術を持っています。あと、それからですね、今日買った銘柄っていうのもあります。今日買ったのは古川電池、古川電工の子会社ですね。バッテリー、新しいバッテリーを開発した、企業です。それもいいタイミングで買いました。それとね、あと A バランスとか日本鉱土士とか持ちっぱなしじゃなくて売ったり買ったりしてたんですが、それでちょっと持ち株が減りました。できればね、安いとこで買って減らしたくなかったんですけど、なかなか難しくて。で、今、A バランスは300株持ってます。300株になってしまいました。最初ね、900株あったんですよ。ただ、ここ1ヶ月の利益が、税引き前100万円超えましたので、だいたいその儲けで、儲け分で A バランスの持ち株は賄ってしまえると。だから仮に A バランスが0円になってしまっても、損はしないっていう考えになりました。ほとんどの個人投資家、勝率1割って言われてますよね。だから本当負けてんですよ。その個人の負ける理由の一つが怖くなっちゃうんですよね。だけど、自分はもう怖くなくなりました。何しろね、 A バランスはタダ券になったわけですよ。もう利益確定しちゃった分で100万円ありますから、 A バランスは300株タダ券です。あと、銘柄選びについてはですね、何年かに一度素人でも簡単に儲けられるタイミングっていうか銘柄が出てきます。それをどうやって見つけるかっていうと、自分の場合は自動車関連からね、ヒントを得てます。例えば日本鉱土志工業とかね、セパレーターの会社ですよ。コンデンサーなんかね、いろんな電子部品のセパレーターですね。バッテリーなんかにも使われてるのかな。まあ、コンデンサー一つにしても、自動車に使われる数が、
ものすごく増えてるんですよ。ハイブリッドカーとかね、ああいうのになって、数はね正確に知りません。だけどもう桁違いにコンデンサーを使う数が増えてます。だからセパレーターを使う数も増えてると。あとねキャパシタとかね、まあコンデンサーの一部ですけど、そういう蓄電装置もセパレーターを使います。まあそういうわけで、日本コード紙とか買ってました。ちょっと前から買ってたんですよ。必ず来るだろうなと思って、でこういうのが、まあね、車のことを調べていけば割と簡単に分かっちゃうんですよ。何年か前もあったんですけど、やっぱ車とは直接関係ないですけど、国営電極っていうのがすごい価格が暴騰した時がありまして、それなんかも、もう国際的に国営電極が足りなくなるって、足りないって大騒ぎになってたんですよ。ただ、国営電極の価格っていうのは年に1回改定されるっていうことで、たまたまそれを知ったのが6月頃だったんですけど、年末に価格が改定されると。それで、国営電極を作ってる、まあ、自分が買ったのは SEC カーボンっていうのを買ったんですけど、まあそういう銘柄が、暴騰したと。そういうのがね、普通にね、まあなんとか工業新聞とかそういうのに載ってるんですよ。そういうのが簡単なのが、簡単な理由でほぼ確実に上がりますよっていう銘柄が、自動車のことを徹底的に調べてると出てくるんですよ。自分はね、自動車整備士の資格持ってますけど、株やるようになってからもっと詳しくなりました。自動車、例えばタイヤ一つにしてもね、整備士として習ったのはそのまあワイヤーを使ってるとか、カーカスを使ってるとか、バイアス構造とかラジアル構造とか、そういうのを整備士としては勉強しましたけど、その素材の数ね、タイヤに使われる素材の数、100ぐらいになるっていう話なんですよね。それはゴム、例えばワイヤーとかも入ってますけど、ゴムにしても均一のゴムが使われてるわけじゃなくて、場所によってゴムの種類が違うと。そういうのをね、株やるようになってから知りました。それで自動車の例えばね、 SUV ブームでタイヤの大きさが、まあ、平均ちょっと大きくなっただけでものすごく儲かる会社とか、あるいはものすごい設備投資をする会社とか、そういうのを出てくるっていうのを知りました。だから株、それもね、まあ好きなのもあるんですけど、儲けたいからね、自然と知識が入ってきちゃうんですよ。それでそういうことをやってるうちに、何年か一度簡単に儲かっちゃうロジックっていうかね、そういうのを見つけてしまうっていうわけです。で今回はその菅政権とかね、あとバイデンさんですね、その人たちが、炭酸ガス削減っていうのを本格的に取り組むっていうことで、それでまあ銘柄を見つけました。まだまだ上がると思います。 A バランスも上がると思います。これはね、 A バランスの場合長年持ってるんですけどね、実はね、何回かのたんび上がっては下がりを繰り返してたんですけど、今回は本格的に上がると思います。まだね、まだ倍とかいけるんじゃないかなと自分では思ってます。それでもう怖くないですから、 A バランスについてはね、もう元取っちゃいましたので、長く持ってみたいと思ってます。それでね、また何かね、簡単に儲かる銘柄っていうのが出てきたら、またこのチャンネルでね、紹介していきたいと思います。まあそれではまた、はい。